発車式、そしてですね、記念乗車の方に移ってまいりたいと思いますので、どうぞご来場の皆様は最後までお付き合いをいただければと思います。主催者を代表いたしまして、富山地方鉄道株式会社代表取締役社長辻川哲より皆様方にご挨拶を申し上げます。富山地方鉄道の辻川でございます。日頃より、皆様方には様々にご支援いただいてますこと、まずこの場を借りまして、お礼を申し上げる次第でございます。そしてまた、本日このように、世代に、発車式を行いますこと、本当に嬉しく、このことについても合わせて、感謝申し上げる次第でございます。明日からいよいよ、南北直通運転営業運転の開始でございます。スローガンの通り、つながる広がるのスローガンの通り、岩瀬浜から富山の中心部である、大手モール、西町、そして南富山、富山大学前へとレールはつながり、そして、乗り換えなしで、富山市内を移動できる範囲が飛躍的に、広がるわけでございます。この南北接続効果を最大限に生かしたいということで、北側の富山高専のダイヤを一部増発し、そして北側のダイヤ全てを南側に乗り入れるダイヤ設定といたしました。明日から南から北、北から南へと電車が1日140本、運転をし始めます。そしてこの富山駅でも南側の折り返し運転を含めますと延べ720本の電車が出入りを始める場所となります。そしてまた、できるだけ多くの方にご利用いただきたいという思いで、運賃制度も、富山市民県民の皆さんが慣れ親しんできた、均一制度の運賃制度とさせていただきました。そしてこれまでと同じ運賃で全線にわたってご利用していただくということに設定させていただきました。ありがとうございます。ぜひ明日から南北側まずご利用いただき、その便利さを実感していただきながら、ぜひともたくさんの方にご利用いただければと期待しておるところでございます。そしてまた、当社では、この南北直通運転、開始に合わせまして、本日から乗務員の制服も、新たなものに、しました。事業の基盤である安全安心の、確保提供、そして、利便性、快適性の向上に向け気持ちを新たに役職員一同、全員で頑張ってまいりたいと思っておりますので、何卒これからも引き続きお力添えのほどお願い申し上げ、発車式にあたりましてのご挨拶をさせていただきます。本日はどうもありがとうございます。富山地方鉄道株式会社代表取締役社長辻川哲より皆様方にご挨拶を申し上げました。それでは続きまして、発車にあたりまして、富山地方鉄道運転士篠原源太さんに花束の贈呈となります。プレゼンターは富山市特別副市長で女優の柴田理恵さんにお願いいたします。どうぞ前の方までお進みください。それでは花束の贈呈です。どうぞ。運転よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。それではですね、記念乗車の方に移らせていただきたいと思いますので、車両の方へ移動をお願いいたします。環状線を
が、あちらの新幹線側で高さが 4.5 メートルで山のイメージ、グリーンを主体とした山のイメージです。で、こちらはですね、ブルーを主体とした緑